栓抜きは主として飲料用の瓶に封をしている王冠を開けるための道具。講義には瓶の王冠を取ったり、コルク線を取る道具を指すが、一般には後者はコルク抜きとして区別される。栓抜きアーミーナイフの栓抜き瓶の王冠を取る道具。ボトルオープナー。これを使って瓶を開けることで中身の飲料を飲むことができる。なお、JISS-9023 では、 王冠抜きと規定されていた。ビールなど王冠で栓をされた瓶用の栓抜きは持ち手の先にちょうど王冠に引っかかるような形で金具が取り付けられている。もともと王冠は科学的に瓶と結合されているものではなく一定以上の物理的な力で引き剥がそうとすれば剥がれるものであるが実際には素手で金属の王冠を引き剥がす行為は 過重な負担を手に強いるものであることから、手この権利を利用することで王冠を容易に持ち上げて、外すことができるようにするものである。通常は、金属片の一部に王冠の変円部を引っ掛けるための切り欠きがあり、王冠上部を支持しつつ、変円部を持ち上げることにより、王冠を半ばより折り曲げることにより、回線する。通常は、電気的、機械的構造を有するものではなく、 芋物や特定の形に切り抜いた金属片であることから高価なものではない。なお、多数の機能を持った家庭用品、アウトドア用品、いわゆるマルチツールには線抜きの機能を持ったものが多い。特に台所用のハサミや缶切り、アーミーナイフ、ソムリエナイフにこれらの機能が付けられていることも少なくない。また、コルク抜きの機能を合わせ持ったものもある。 ワインなどコルク栓で口を塞がれている瓶用の栓抜きは持ち手に螺旋状の針金が取り付けられており持ち手をひねり針金をコルクに刺してから引き抜くコルクスクリューラムネにはガラス玉を押し込み回栓する専用のラムネ開けが存在するリユースを目的とした瓶のガラス玉を傷つけないよう先端はコルク製のものが多い近年発売されているペットボトル入りのラムネは 個々のボトルにラムネ開けが付属している場合が多い。飲料の容器として、瓶に代わって、ペットボトルなどが普及して、王冠に変えて、線の部分をひねることにより、道具なしに線を開けることができる、スクリューキャップ式の線が増えていることから、次第に、その存在意義が薄れている。しかし現在でもビールの瓶の線は大多数が王冠で、あるなど、特定の飲料においては手術の理由から、 根強く旧来の王冠が使い続けられている。このため、飲食店では必需品であり、常備している一般家庭も多い。旧型の客車に設けられた固定式栓抜き。ペプシの自動販売機国鉄時代の横座席型車両には、窓の下の小さなテーブルに栓抜きが常備されているものが多かった。逆輸の字型の金具であり、 金具に王冠を引っ掛けてこじると簡単に外すことができた。この線抜き金具は現在ではほとんどを取り外されている。瓶入り清涼飲料水の自動販売機には筐体前面に固定式の線抜きを備えていた。回線する際に落下する王冠を受け止める回収箱が付いたものも多い。イスラエルのガリル小銃は線抜きを装備した世界唯一の軍用小銃である。 これは兵士たちが銃の角を瓶の王冠を開けるのに用いたり、銃剣を無理やり、栓抜き代わりとして使用した結果、銃の破損、刃こぼれ、怪我が多発して、トラブルとなった教訓を反映したものである。クーラーボックス、工具箱、家具、自転車に組み込まれたものや、壁や冷蔵庫に固定できるもの、キーホルダー、ライター、ペン、帽子、腕時計、ベルトのバックル、サンダル、 靴べら、スマートフォンケース、サングラスなどの普段から傾向するものに、線抜き機能を持たせものまで、多種多様に流通していている。十二景客車の線抜き観光地の土産物としても、かつては多く売られていた。また、一般的にプロレスにおける狂気といえば、真っ先に連想されるものが線抜きである。かつて、プロレスゲームファイヤープロレスリング Z の限定版特典として、 血のり付きの線抜きが添付されたことがある。ありがとうございます。